はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時半を回りましてね、5時37分ぐらいでございまして、金曜日でございます。27日でございます。明日は28日の土曜日でございまして、もうね、これね、今回はね3回目です、ご案内するのこのYouTube で、あのね、あれですね、ほんまにね、前回ね、すごく人がね、来なかったんですよ。だからね、ちょっと今回は気合い入れて皆さんに案内しなあかんと思って。で、いっぱい来たらどうしようって感じですけどね。あんまりいっぱいね、来ていただいてもね、逆に困るっていうか、まあ皆さんお待ちいただくことになるんでね、ちょっと申し訳ないなと思うんで、まあね、理想的なのはね、4組か5組なんですけどね。で、これで、あんまりたくさん来られてるとですね、こう、1人さ、お一組30分しかお相手ができなくなりますんで、そうするとちょっとあれやなという形になるんですけど、まあ4組か5組、まあコロナでもありますしね、皆さん不急不要の外出は控えてくださいと言われてるでしょ。不動産売却相談なんて不急不要やと言われたらその通りでございます。ただ我々にとってはね、その人様の不動産は不急不要なんですけど、ご本人にとってはこれ売らなあかんねんと思ってる物件があればですね、それは不急不要ではないですよね。急要することもあるでしょうし、いついつまでにお金にしなあかんねんという場合も中にはあるでしょう。そんな困った人来ませんけどね、ほとんどね。そんな困った方は今までなかったんちゃうんかな、少なくともおっしゃりはしませんでしたね、いつまでに売りたいとかいうの。まあ大体売れたらええねんみたいな人が多いわけですね。だから不動産の価格ってそんなに下がらないんでしょうね。今さっきね、記事を読んでたんですね、日経新聞の記事読んでて、で11月までにこうマンション買わなあかんでみたいな記事書いてあるから、な、何かいなと思ったら私がコメントした記事だ。いや、あのね、その記者さんにね、その記者さんの思うようなコメントはできてないんですね。なんと言いましょうかね、こういうことを聞きたいなというふうに、まあ、意図が あって電話をかけてこられるんですけど、別に私はそれに自分の言いたいことしか言いませんから。で、自分がね、黒やと思ってるのに白やとは言いませんので、黒は黒ですって言い続けるわけですけど、私はまあそれは上手にでもね、その端々を捉えて、ね、おおと思うような記事が出てましたけどね、今さっき。いや、なんと言いましょうね、多くの方は誤解してると思うんですけども、その記者たちがね、僕たちの話を聞いて、そこで、あ、そうなんとか、あったらこういうふうに書こうって言って書いてる記事なんていうのは、僕らの場合はほとんどないです。なぜかというと、事件じゃないでしょう。マンション市場がどうなってるとかこうなってるとかっていうのは事件じゃなくって、まあそういう今世の中こうなってますみたいなことを紹介する記事なわけですね。湾岸のタワマンが売れてきましたとか、木更津の戸建てが売れてますとかですね、あれですね、海老名のマンションが売れてますとかいう話はですね、別に不急不要の記事なんですね、言うてみれば。となると最初に決めるんですよ、方向性が。なぜ木更津の戸建てが売れてるんですかと。なぜ熱海のマンションが売り始めたんですかと。で、これこれこういう理由で売れてんやろうと。熱海だったらね、富裕層が熱海を見直してるとか、テレワークにこう向いてるとか、なんかそういう風な方向を決めるんですよ。で、それに合わせて、これやったら誰の話聞けた、これやったら榊が言うとんでって、これ榊にこんなコメントを引っ張り出せとか、榊がこんなコメントを引っ張り出せとかいう目的で電話をかけてくるんですね。あるいはここにいらっしゃる場合もあるし。だからどう言いましょうね、その我々それに合わせるだけなんですよ、言うてみれば。で、まあそれに合わせてコメントする人も中にはいるんでしょうけども、私は別に自分の思ってること考えてることしか言いませんから、まあその中で使えるものを使ってるというのが大方ですね、ああいう人のコメント。まあそんな中で、その11月までに、なんていうか、買った方が得ちゃうかと、要はローン減税がですね、そこからまたちょっと変わるんでみたいな、そういう話の記事ではありました。でもそういうね、こう買い急ぐというようなことはね、多少あるかも分かりませんけど、売り急ぐというのはどうでしょうね。そのある
急いでる方もいますけどね、あの買い替えとかなさった場合は、あの二重にローン払ってくるのはしんどいわけでして、そういった場合は早く売りたいというふうに思われるかもしれませんね。なんで、まあ、一番ね知りたいのはね、今売った方がいいんか、それともこれ1年後に売った方がいいんですか、2年後に売った方がいいんですかとか聞かれてるのは困るんです。1年後のこと分かるんやったらね、私大金持ちになってますよほんまに。まあでもまあ多分こう1年後はこうなってると私はこう 思いますよという話しかできませんけどね。でどうなってんねんって言われたらですね、ようよう分からへん、理論的には分からんですよ、分からんのですけども、まあ政策次第というところもあるんですよ本当に。ちょうど1年ちょっと前ですね、コロナが始まったばっかりの頃、そんなもん売りましょう、すぐ売りましょうって僕は言ってたんですね。なぜ不況がやってくるはずやからと、コロナによって不況がやってくるはずなんで、マンションなんかそのうち要は買い手がいなくなると売れへんやんって言って、だから今やったら買い取る先が今やったら売りましょうって去年の春先言ってたんですね。ところがあの時安倍政権がですね、もう史上稀に見るですね、大盤振る舞いの大経済対策をやったわけですよ。安倍さん最近講演でおっしゃってるそうですけど、100億使ったと。実際は70億とかそんなもんなんですよね。今の菅政権に引き継いだのも含めて60億ぐらいですね、実際は。安倍さんは100億使って200億の効果があったと。100億はどうしたかっていうと、国債を発行したねと。で、国債は日本銀行が半分買い取るわけだから、別に政府の懐が痛むわけではないんだみたいなことをおっしゃってるらしいですけど、まあある意味その通りなんですよね。ある意味その通り、日本銀行は日本政府の機関ですから。だから日本政府という行政主体の借金ではありますけども、それを貸しているのは日本銀行というふうに考えれば、別にええやんという世界ですね。まあそれはその考えはいいんですけど、ものすごい経済対策で、私が知ってる限りあんなん初めてでしたね。だってあの補正予算なんてあるけど、今までの補正予算ってせいぜい数兆円、用意って10兆円とかやったでしょ。去年ね、それが60兆なんですよほんまに。もうどんだけやねんと思いましたよほんまに。そしたらね、景気が悪くなるはずがないんですよ。だからあれですよ、雇用も守られてるし、倒産もないし、でおまけに小遣いみんなもらって1人10万円ですね。で僕ら事業者は200万円ぐらいの給付金もらって、でなおかつね、僕は借りませんでしたけど 0.1 とかですね、ほぼ 0% で銀行から融資引けるんですよ。その普通のその辺のおっさん一人でやってるような企業で1000万2000万すぐ引けるんですよ。もうだからバブりましたよほんまに。今でもバブってますけど、まあ、そういうことがあるとね、予想が狂うんですよ。予想というか、まあ本来コロナで不況になってマンション不動産売れなくなってるはずやのに、それが去年はよく売れたわけですね。で今年も前半戦まあまあ売れました。なそういうことがあるとね、分からない、予想が来るんでね、あそこまでやると思ってませんやんね、はっきり言うて。そんな今補正予算組んだって10兆か20兆やろうと思ってるわけですね。ちゃうん、60兆も組まはって100兆やって言うてはるんですよ。実際そうなるんですよ、これから30兆組んだら。まあね、そういうことがあるんでね、先のことは分かりません。先のことは分かりません。でも今のことはなんとなく分かります。現状ね、足元で起こっていることはなんとなく分かります。ちょっとだけ陰ってきた感じなんですね。だからまあ早く打った方がいいっちゃ打った方がいいし、売り物があるんだったらね、もう別に売りたいとか将来持ってる気がないようなもんであれば、例えば使っていない賃料が入ってこない不動産なんかはもう早く売りましょうよと。売るかね、賃料が入ってくるようにするか、どっちかだと思いますよ。でただいろんな事情で子供に残したいとかっていうんであればですね、それ一個一個見ましょうよと、物件を。不動産ってやっぱりね、買った人の思い入れが強いんですよ。からどういうんですかね、その思い入れの強さによってね、これ降りたくないとかっていう人もおるわけですよ。まあそんな方は相談にはおいでならないですけどね。ということでですね、明日28日の1時から5時まで日本橋横山町と
というところです。あの新宿線の曝露横浜駅近いですね。浅草線の東日本橋駅も遠くないです。ただ東日本橋駅からだとそうですね、あの7、8分一番遠いところで7、8分近いところで3、4分、4、5分ぐらいは歩いていただくかもわかりませんね。そのずっと曝露横浜駅の方に入ってきていただいて、で外に出たら近いですけどね。はい、セトルさんという不動産屋さんの2階にあります、こう相談コーナーみたいな、相談コーナーちゃうのあれは、接客コーナーみたいなところでやっております。あの一応アクリル板もありますし、一応マスクはしていきますんで、あの喋りにくくなったのが半分外して喋ってますけどね。ということで、予約いりません、来ていただいた順番にお話をしてます。で、前回はですねほぼ待ち時間なかったというか全くなかったですね前回は。で今回も待ち時間、こうしつこくね、これ3回目ですからね、あのお話するのが3回目ですから、来てもしかしたら待ち時間発生するかも分かりませんが、その場合はお一組30分ということでやらせていただきますんで、では明日お待ち申し上げております。はい、どうもありがとうございました。